しがめさん、はい、おはようございます。あ、おはようございます。今日は一日密着よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？あ、はい、データサイエンス開発本部のデータビジュアライゼーション部に所属している2年目の石亀大地といいます。本日はよろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、一日どういうことされてるのかなっていうのが気になりまして、はい、とある一日みたいなスケジュールを拝見することできますか？はい、可能ですよ。こんな感じになります。だいぶびっしりですね。そうですね。ベンダー定例っていうのは何ですか？こちらはあるお客さんの開発に関わっている関係者のベンダー、はい、要は開発する側の人たちですね、が集まってミーティングする場になります。何を話すんですか？ある会社さんが開発しているシステムとうちが開発するシステムがあって、そこの連携をどうするかという話をよくしますね、はい。なんか分かったようで分からなかったです。エンジニアさんってイメージだと基本的にはパソコンに向き合ってコードを書くっていうのが強かったんですけど、はい、結構ミーティングしたり他の人と関わってコミュニケーションを取る機会も多いってことですか？そうですね、私は結構多いです。はい、個人的に話しながらしたいタイプなので、はい、実際に1日の中で開発をするのはどこですか？これで言うと、11時から1時の B 社様のアプリ開発と、3時から5時の B 社様に提案する用のデモのアプリの開発の4時間ですか？4時間ですね。石亀さん、はい、今触ってる画面ってこれは何をされてるんですか？これはある会社さんの顧客の分析システムの画面になります。顧客分析ってこれもエンジニアさんの仕事なんですか？あ、そうです。はい、具体的にはどうやって分析されてるんですか？例えばですね、これは KPI ツリーと呼んでるんですけども、はい、単純に売上額を見るだけではあまりよくわからないんですけど、はい、これをどんどん因数分解していって、例えば売上額というのは買った購入会員数とその人たちが平均でどれぐらい買ったのかっていう購入額に分かれます。さらにそれを分解して1人当たりの平均購入回数と1回あたりどれぐらい買うのかというふうにブレイクダウンしていくことで、どこに問題があるのかというのを瞬時に分かるような画面にしています。へえ、このツリー自体を作るところからサポートされてるっていうイメージですか？あ、おっしゃる通りです。実はこれ一つ一つに設定していて、すごい。ここにはどういう数式というかどういうロジックでこの数字を出しているよというのを一つ一つ設定しています。すごすぎません？もう相当最初から才能があったってことですか？だからそうじゃないと考え、そんなことはないですよ。できるようになりますか？1年目2年目でなると思います。はい、それはある程度大学の頃からこう知識をつけていたからなのか、入ってから猛勉強されたのか、両方か。私は大学時代は法学部だったので一切こういうことには関わってなかったんですけど、はい、入ってからいい上司に恵まれて、成長できたという形になります。そうなんですね、はい、希望になりました。ありがとうございます。ちなみに他のシートも見てもいいですか？あ、はい、例えばこちらで言うと会員の分析の画面になりますね。例えば登録した時に女性と男性の年代別でどれぐらいいるのか、はい、購入した人たちがどういう形になっているのかとか、会員数が今ぐーっと伸びてきているのが分かると思いますが、はい、会員数がしっかり伸びているのかとかを確認する画面になります。これなかったらいちいち何人何人って見なきゃいけないですもんね。そうですね、はい、すごい。パレート図、これは何ですか？売上の 70% を占めるものをランク A、 70% か 90% のものをランク B、 それ以下をランク C として商品のランク付けを行って、はい、例えばもうほとんど売れてない商品は販売し続ける必要がないので、はい、在庫から切っていいよねとかそういう判断をする。すごい、使います。わ、このニッチなお菓子めっちゃ美味しかったのになくなったとかは、あの石亀さんが判断してこう消してる可能性があるってことですね。いや、私じゃなくて、そのこの分析の画面を使用されてる企業さんが判断されてる。あ、なるほどなるほど。エンジニアさんはその土台を作ってそれを運用できるようにプラットフォームと、はい、はい、を作るっていうイメージですね。はい、お客さんがそういったアクションを取れるようにサポートするのが私たちの仕事です。かっこいい。お仕事中すいません、あの本棚めちゃくちゃ気になったんですけど、はい、やっぱりエンジニアさんってこういうデータ系の本多いんですね。そうですね、はい、はい、読みますね。なんか読んですごく勉強になった本とかありますか？私はビジュアライゼーション部に所属してるので、はい、それこそこの辺をよく見ます、ね、はい、結構
ビジュアライゼーションって重要なのは配色とかも重要なので、へデザインの方に対します。インサイトラボさんに興味ある方はこちらとこちらは必読書だということなのでぜひ。そうは言ってないです。あ、そうは言ってないそこまでは言ってない、はい、なるほどなるほど。どうやって見つけてるんですか、こういうのは。私はよく本屋にふらっと行くので、へそこで面白そうなと思ったのは買いますし、はい、あとはプロジェクトに携わってる中でちょっとこういうところの知識足りないなって思った時に買ったりしますね。すごい、社会人の本棚ってこんな感じなんですね。恥ずかしい。すいません、お邪魔しました、はい、ありがとうございます。48階なんですね。そうですね。へー。オフィスの中でもここが好きっていうポイントをお二人から聞いてもいいですか。ここが好き。うん、あの鳩時計とかですか。あ、そうですね、鳩時計。鳩時計、あの拠点がいくつもあるんですけど、はい、その全部の拠点に鳩時計を置いてまして、遠山の代表のこだわりなんですけど、やっぱりこう作業に没頭すると時間を忘れがちなので、音で時間が分かるようにっていう意味で全拠点に鳩時計が置いてあります。石亀さん、この後の予定は何ですか。はい、この後あの先ほど紹介させていただいたこのアプリを、はい、お客さんとすり合わせるミーティングがあります。すり合わせるっていうのはさっき作ってらっしゃったのを見せるってことですか。そうですね、実際にこういうものを作ってきましたっていうお客さんと会話して、はい、例えばここに今売上金額とか売上点数とかあるんですけど、見たい項目はこれで大丈夫ですか、変更とか追加とか必要ですか、うん、っていうところをすり合わせたりして。ちなみに始まってヒアリングして開発して改善してっていうのはどれぐらいで仕上げるんですか。短いものだと3ヶ月ぐらいになりますけど、長いものだと1年超えるのもありますね。へー。それだけでかいシステムになればなるほどヒアリングの時間も長いですし開発の時間も長いので、うん、ちなみに石亀さんは同時進行で何社ぐらいの開発をされてるんですか。今は4つです。4つ、はい、寝れてますか。寝てますよ、全然寝れてます、はい、あの先日お話しさせていただいていたそのデータ調査の結果の報告をさせていただきたいと思います。店舗データの2019年以前のデータはちょっと会員コードが存在しないため顧客分析には利用できなさそうです。ただ EC のデータは2017年6月以降会員コードが存在していることが分かったのでこちらは問題ないかと思います。なので、はい、そういう形で進めさせていただければと思います。簡単に商品分析のデモ画面を作ってきましたのでちょっとそちらご確認させていただきたいと思います。で今だとその各分類があったと思うんですけどでランク付けの対象項目を選択できるとあとはランク付けの基準指標ですね、一応売上金額から今画面に映させていただいているようにいくつか用意したんですけれども表示する項目って何か追加とか変更とかご希望ありますか。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。今日のミーティングはどういうことをゴールにされてたんですか。今は分析内容を固めてるんで、はい、一つ一つこの画面の仕様はこういう形でいいかというところをすり合わせしていてだいたい固まってきたので、はい、あとはこの画面はもうこれでいくよっていう合意を取って設計としては完了になります。
へえ。この後の予定は何ですか？この後はランチに行こうかな。お疲れ様です。ありがとうございます。出身だっていう風におっしゃってたじゃないですか。はい。なんでエンジニアになろうって思ったんですか？私もともと大学時代塾講師をしてまして、はい、大学よりも長くいるんじゃないかぐらい結構真剣に打ち込んでたんですけど、うんうんうん、その中で塾の業界ってどうしてもやっぱりアナログな部分がありまして、基本的にその塾講師の勘と経験で進めるところが非常に多いのが問題視していて、そこに対してどうやって分析という観点を加えていけるんだろうというところから、うん、その技術的なところに興味を持ったのがきっかけになります。へー。でもとはいえ新卒でやったことないけどエンジニアとしての道を選ぶってめちゃくちゃ勇気がいりませんか？はい、あ、私は意外とそうは思わない。つまるところやってみなきゃ分かんないんですよ。やる前からうまくいくかなとか不安になってもしょうがないんで、まずはやってみることが大事だと思います。それやってみて、ね、その正解だったかなって思えるかどうかってやっぱり何年か経たないと分からないじゃないですか。そうですね。2年目に入って、はい、やっぱり自分の選択が正しかったなと思いますか？今のところそう思いますし、そうでなければそうなるまでやるだけだと思います。名言いただきました。正解にするというのがやっぱり大事かなと思います。そこまで やり込むことが大事かな、うん、確かに。ランチはどこに行くんですか？僕はグリーンラウンジという場所に行きます。なんかグリーン感全然ないところに着いたんですけど。そうですね、まあ見たらわかります。おー、楽しみ。お疲れ様です。ロジグッドでーす。当たんないわ。テストの状況、はい、なんとかいい感じに進んでます。なるほど、はい、じゃあ続きよろしく。はい。では焚き火を囲んでのランチということで、石亀さん、はい、同期ですか？あ、いえ、後輩です。ってことは1年目？1年目です。へえ、よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介お願いします。はい、2021年4月に入社しました。1年目です。よろしくお願いします。お名前は？石川光大と申します。石川さん、よろしくお願いします。入社してまだ1年経とうとしてるってことですか？はい、もうすぐ1年です。なんかお二人仲いい感じがするのなんでですか？なんか一緒の部署とかですか？部署は同じで、私が研修を終えてからもずっと同じ案件に入っているので、まあ、そこで関わる機会が多くて、うん、まあ、この石亀先輩の寛大な心に受け入れていただき、今このような関係となっております。石亀さんってどんな人ですか？まあ、最初は1年しか離れてないので、うん、レベル感とかも大して変わんないんじゃないかなとか思ってたんですけど、うんうん、まあ、実際にいろいろ案件とか話していくと、なんか自分では気づけないの本当細かいところに目が行ったりだとか、自分たちの仕事以外の別の人だったりも、まあ、本当に広い目を持って見ているというか、なんか本当に尊敬できる先輩ですね。おー、ありがとうございます。だからユン君は画面作るっていう時は基本的にはそれを作るんだよね、多分。ああ、それを使ってちゃんと作ってたでしょ。まあ、作ったらもうあとはそれを使ってどう作るだけ、ちゃんと作る。はい、そうです。サーバー出ないようにそうしてるんだけど、あれ使ってるのあんま見たことない。でも使った方が楽そうじゃないですか。まあ定義にズレはないから。よくグリーンランジ来てね。すごい、こっちちゃ。石川さんは1年間、まあ、終えてだいぶお仕事にももう慣れてらっしゃると思うんですけど、うん、今後2年目以降はどんなことにチャレンジしていきたいなって思ってますか？まあ、そんな先のことまではちょっと考えられてないですけど、うん、これから入ってくる子たちの育成だったりがまず一つやりたいのと、うん、あとは私自身のやれる幅を広げるっていうことですかね、うんうん、で、まあ、一つ目に関しては、うちの会社そもそもそんなに大きな規模感じゃないので、これから入ってる子たちの育成を力入れたいと思います。
すごい。2年目にして会社を作る側っていう当事者意識があって、それが目標に出てくるなんてすごいですね。ありがとうございます。まあ、実際に入ってみなきゃわからないこととかいろいろあって、私自身まだまだ組織としての強さはもっと伸ばせるなっていうふうに感じているので、はい、頑張りたいと思っています。応援してます。いやいや、仲間です、仲間巻き込みますんで。石上さん、優秀な後輩がいらっしゃるんですね。そうですね、はい、包み隠さずに本当に嬉しいです。冗談抜き。すごい、尊敬し合える仲間がいるってめっちゃいいですね。うん、そうですね。やっぱりそれがないとやっぱり不安を抱えながら仕事してたりだとか、うん、ストレス抱えながらになっちゃうと思うので、それだとやっぱり個人のパフォーマンスが最高までいかないじゃないですか。うん、やっぱりそこをリスペクトし合うっていうのは大事だと思うんですね。いいこと言うな。深いなぁ。もう行ってきた。石上さん、はい、次は何されるんですか？次はですね、プロジェクトを管理する人によってそのプロジェクトで生まれる品質とか、はい、バランス気が生まれるのは良くないので、はい、社内の共通ルールを作ろうという、あの社内プロジェクトみたいなのがありまして、はい、そのミーティングです。石上さん、2年目なのに会社としてのルールを決めるっていうミーティングに参加できてるんですね。そうですね、はい、どこですか？あ、はい、で実際にこういう風に移動して近くに行ったら声が届くようになったり会話できるようになってますね。やりづらさとか、あとは相談相手がいないとか、そういうことがあるのかなと思って。ですよね。どうなんだろう、その辺がごっちゃになると良くないのか、それともどうなのかというのは私は分からなかったので。お疲れ様でした。今日はどんな話し合いをされたんですか？今日は今いろんなプロジェクトマネージャーの方が参加されてるんですけど、実際にプロジェクトマネジメントをしていく中でこういう課題があったよっていうのを挙げていて、今はじゃあその課題に対してどういうアクションを取ったらいいよねっていう話をしています。お疲れ様です。お疲れ様です。データサイエンス開発本部本部長の真田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真田さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、データサイエンス開発本部というのは、データに関わるエンジニアをたくさん所属している部隊、そこで、責任者をやってますけれども、皆さんの成長が僕の楽しみなので、それを願って毎日過ごしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。インサイトラボさんって何をしてる会社なんですか？世の中にある、いろんなデータね、その画像データもあるし、それが文字データもあるし、それをデータすることによってたくさんのデータがあるものをもっとこう活用して、それこそビジネスで商売につなげたり、もっともっと業務をこう効率化したり、そういうシステムを作るのをお手伝いする。すでにあるデータを生かすためのツールをこう作ってサポートされてるっていうイメージですか？そうですね。まさにそこの最先端を走ってるのが石上さんっていうことですよね。そうです、そうです。彼らも石上さんってまだ2年満了してない、ね、満了してない教授ですね、はい、でもう第一線で活躍してますから、はい、すごいですね。それは何でですか？やっぱりそのなんだ、すごく前向きなんですよ、とにかく、技術とか、その世の中の動きとか、お客さん対応とか、全てにおいて前向いて取り組んでいけるからこそ、スーッとこう成長してくるんだと思いますよ。いかがですか？合ってます。学生さんからするとやっぱりどうしてもいわゆるこう老舗企業とか安定してる企業に魅力を持ちがちな学生も多い中で、これからの可能性を秘めてる会社、インサイトラボさんが魅力的だと思うポイントを教えていただきたいです。石上くんも多分それに代表選手だと思うんですけど、とにかくデータって結構そのいろんな局面があって、データを使うという意味では、最終的に使うのはお客様なんですけど、その使えるようにするためにこう準備したり開発したり整えたりとか、いろんなフェーズがあるんですけど、インサイトラボは多分このフェーズ全部できるっていうのが一つの魅力であって、
お客様の課題って本当に会社によって全然違うと思うんですけど、はい、そこに対応できる力がある、ノウハウがあるっていうイメージですか。まあそうですね、どこが痒いですかって言ったら、あ、ここですねって言って、はい、そこ書いてあげるっていう、多くの技術者は そこの痒みをちゃんと察知して、うん、じゃあこの技術でやりましょう、うん、という提案も含めてサポートしてあげられるっていう、うん、エンジニアとして、まあ育ってもらってるっていう、うん、僕はそういう感覚なんですけど、どうですか。いや、一緒だと思います。一緒、うん、ただ、一つ付け加えるとすると、お客さんのここが痒いって言ってたとしても、うん、本当にそこが客観的に見て痒いところではない、うん、という場合に対しても、まあ、それぞれその部位の専門家がいるので、そこじゃないよねっていうことが言えるってことは強いと思います。です。ありがとうございます。午前中密着させていただいてことと、なんか今お話を聞いててすごい共通するのは、なんかスキルを持っていることとかすぐ力になれることっていうこと以上に、本質的にお客様のことを思えるかとか、うん、パッケージで楽しいと思えるかっていうところをすごい大事にされてるっていうのが、あの、伝わってきました。ああ、それは良かったです。はい、一緒。はい、はい、本当にそう思います。ありがとうございます。来る前はなんかエンジニアのスキルないしなとか私も思ってたんですけど、うん、同じように思ってる視聴者さんも私も入れるチャンスがあるかもって多分思ってもらえるかなと思いました。あの、もちろんね、そうですね、全然関係ないです、はい、私は法学部だった、うん、法学部、はい、法学部、へえ、そうなんですね、うん、それよりももう志とか気持ちの方が大事っていう、新卒においては特に、うんうん、まあ、実際に入ってみてお客さんと接する場があると、はい、このお客さんのためにもっと自分の技術こういうことあればこういうことできたなとか、そういう気持ちが芽生えてくると思うので、それを糧に技術力を伸ばしていくことができればいいかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。石上さん、この後のご予定は。この後は私の上長のマネージャー中さんとワンオンワンがあります。ワンオンワンって何されるんですか。最近の状況の確認だったりとか、会長だどうとか、参画してプロジェクトの状況どうとか、うん、そういったこと、あと雑談とか、その本にざくばらに会話する場になっています。おー、いってらっしゃい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。見たところ、まあ、かなり元気そうですね。あ、元気ですよ。はい、風邪とかそういうのは。あ、全くないです。了解です。じゃあ案件の状況ですかね、ちょっと伺いたいなと思います。まあもうリリース間近というところで、稼働状況を見る限りで言うと、まあ、そこまで稼働が上がってるわけではない、まあ、日によってはちょっと早上がりして落ち着いているのかなっていうところなんですけど、まあ、実際どんな感じですか。実際は、まあ、案件の作業としてはないんですけど、まあ、あの新人研修のコンテンツとか、はい、あとはサイセンスの今後やんなきゃいけないこととか、うん、そういったところで、まあ、将来を見越した上での作業はありますけど、本当にやらなきゃいけないことはほぼほぼないかなという状況ですね。了解です。分かりました。そういうちょっと余裕がある状態なので、あの、さっきちょっとお願いしたあの石川君のフォロー、はい、すいません、こちらもご対応いただけるとありがたいです。はい、実は石川君この場にいるんですよ。なんで石川くんいるの？はい。結構もう会話してます。こんにちは。お疲れ。いや、呼んでないです。呼んでないです。お疲れ様でーす。お疲れ。はい。まあこういう状況なんで、いろいろ詳しく聞けてるんで大丈夫です。うん、はい。じゃあまあ本当にね、リリース間近なので、まあ最終調整みたいなところだと思うんで、よろしくお願いします。はい。はい。中さん、石上さんってどんな人ですか？まず一言で言うなら、かなり優秀なエンジニアです。で、まあ、何が優れているかというと、私は彼がすごいその物事の本質を見抜くのがすごい上手い人だなと思ってます。なので、やっぱ上がってきた課題とか何をしなきゃいけないんだっていうところに、すごい最短でそこを見つけて、しっかりそこに的確な作業をしていけるところが本当にすごい優秀だなと感じております。まあ、なのですごい作業も早いし理解も早いし、その分だけやっぱり技術力がどんどん上がっていっているので、まあ、そういう彼のその本質を見抜く力、何が問題のか要なのかっていうのを見抜く力がかなり高い人だと私は思っています。大絶賛ですね。ありがとうございます。すごい。今日
今日の、まあ、やるべきことといいますか、業務は一通り終わったっていう感じですかね。そうですね、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。石上さん、一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は充実してましたね。お客さんと会話する機会もありましたし、社内で会話する機会も両方あったんで、非常に充実してたなと思います。この後まだ日が暮れる前ですけど、いつもは仕事終わりなんですけど、いつもは読書をしてゆっくり過ごしてますね。今日はちょっとまだ早いので、どっか喫茶店行ってぼーっとしようかなと思います。充実した一日ですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。